皆様金皆様金皆様こんにちは、マックス村井です。番組の告知をしたいと思います。発表しましょう。1月26日火曜日19時から23時、番組タイトル、アップバンク VS ガジェット通信、天下分け目のゲーム5番勝負かっこ仮。気の早い方はどうぞ概要欄に、番組のリンクございますので、ニコニコです。タイムシフト登録をよろしくお願いします。もう勘のいい方お気づきかもしれませんが、1月はアップバンクのゲーム祭りは開催されません。11月に準備号をやり、12月にボリューム1をやった、毎回こう27時間ですね、非常に長い時間にわたってゲームで遊び続けるというあちらの放送、1月お休みでございます。理由はもう非常に明確でございまして、東海期がありましてね、幕張メッセで月末に、それに付随するさまざまなイベントがあまりにも入りすぎて27時間ゲームをする時間が取れないと。ただ何もしないじゃ寂しいので、番外編というわけではないのですが、本当に大切にですね、いい企画になればと思いながら、企画をいたしました。 VS ガジェット通信ですよ、ヒゲ親父のガジェット通信です。詳細をもうちょっと言っていきましょう。放送場所はアップバンクストア新宿でございます。現地観覧可能ではございますが、立ち見となりますので、あらかじめご了承ください。放送内容、マックス村井率いるアップバンクチームと、ヒゲ親父率いるガジェット通信チームのゲーム5番勝負を行います。アナログゲームからコンシューマーまで様々なゲームで対決します。皆さん聞きましたか？アナログゲームからコンシューマーまで、今回ですね、スマホじゃない、もしかしたら1タイトル2タイトル入ってくるかもしれないけれども、アナログゲームかコンシューマーゲームでございます。で、敗者にはきつい罰ゲームが、チームアップバンク、マックス村井、マミルトン、ハラミン、ガル、チームガジェット通信、ヒゲオヤジ、ヌドン、板橋ザンギフ、そしてその他ゲストでございます。ゲームタイトル発表します。人生ゲーム、こちらアナログゲームです。人生ゲーム、アンケート人狼、なかなか聞き及びのない単語ですよね、アンケート人狼。このアンケート人狼、簡単に言いますと、番組を見ている視聴者の皆様がアンケートで誰を釣るかを決めるという人狼でございます。アンケート人狼、アップバンクのオリジナル企画ですね、これはね。で、次がキャット&チョコレート、そしてその他ゲーム、今言える内容はここまででございます。追加で参加してくださるゲストであったりとか、ゲームタイトルの更新はですね、放送ページに随時反映したいと思います。概要欄にリンク入れておきます。1月26日の火曜日の夜です。ぜひともタイムシフト登録をしてご覧ください。一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。待ってたの、そのタイミング、このタイミングを。いや、行こうか行かないかちょっと迷ってた皆様ぜひともお楽しみに。はい、何度も言いますよ、タイムシフト登録を事前に済ませておいてください。概要欄にリンクあります。さよなら、さよなら。